8番ホールパー3、116ヤード。こちらは池越え、川越えのこうなってますね。さあ、すごいアゲンスト、8番ホールやってきました。本日も第8話始まりました。皆さん始まりました。はい、皆さんアゲンストエブリワンゴルフ、一応116って出てるからアゲンスト。さあ、翔さん9、はい、これもう1個上げてもいいぐらいかもしれんね。本当止まっちゃうかな。とりあえず9でいきます。はい、うん、あ、いいじゃないですか、これ。まあ、あー、手前かー。さあ、カマちゃん何番？9番。うわー、めちゃくちゃ上がっとる。これ、やばい。おじゃんじゃない。ちょっとあのさ、あの選ばれてのんきになってない？いやいや、いいっすよ、ズームさせる。何？そんな選ばれてちょっとおかしくなってない？いやー、これ6番アイアンぐらい打った方がいい。9しか持っていけない。めちゃめちゃ押された。ちょっと吹いたし、9もボールもねえし。あれ、帰ってきた。返してくださいよ。返してくださいよ。あれ、どこ行った俺ボール。これあの太陽ですからね。そうですね、ええ、上げてませんからね。さっき返したのに。返ってくださない。急鉄、はい、あのこのアイアンが本当にね、どんなに飛ぶんだろう。いや、この風難しいよ。ちょっと一つ今思ってちょっと考えたのが、これイケボチャしたらこのボール返せへんじゃん。そんなケチなことは言わない。これイケボチャしたらすげえ怒られるんじゃないかって。ネタにはするけど、返せとは言わないよ。取ってこいとは言わない。俺ボールどかったやろ。何やとありますか。番手は結構これ風がね、ピッチングで、はい、あれ、ゆいさんとってまさかの盗んでるよ、まさかの、ほらまさかの。面白い、いいネタ持っとるよ。マジびっくりした。おいしいとこ持っていいじゃん。キャリーで消えたの。やばい、消えた今。今しっかりカメラに収まってる。ウェルカムと東京ディズニーシー。あちゃん。さあ、デートです。すごい、ね、やば、誰も持ってない。さあ、ピンチ。意外と俺じゃね。違う、もう選んどく、こういうのか、翔子さん選ぶか。これ選んどいたら。これどう、一緒じゃねえ、入るか入らんかって言ったら、ね、じゃない、入るか入らんかって言ったら僕のプレス。ゆいちゃんはゆいちゃん、ゆいちゃんクソ奥やんか。やめよ。
やめよ、はい、エッチにしよう、エッチに取っときますか、エッチにしよう、取っときますか、こっちエッチにしましょう、こっちエッチにしましょう、こっちどっちがいい、ね、こっちだってグリーン乗ってるから絶対パターじゃないですか、そうやね、パターで入るか言われたら入らない、入らない、別の方入る、えなちこっちの方が上りいいよ、何でもいいよ、ラインはこっちがいいですよね、知らんよ俺の、じゃこっち、オッケー、いや大丈夫、ね、大丈夫知らんでね、大丈夫、魔法の打ち方見つけたんで大丈夫、ということで、翔吾さんのボールを選択しました、はい、残り12ヤードぐらい、よし、さあ何番、52いきます、52、うまい、ゆいちゃんさっきあんなこと言ったんで入れてよえ、どういうラインでした、ほぼストレートに近いんですけど気持ちスライスは入るかな、58です、はい、ほらほら今出てた、入らんと意味ねえぞい、こっち選んだ、はい、こっち選んだ意味ねえぞい、いやまだプロがいるんで、キッパーしかないんですよね、やばい、ナイスパーです、58でいきます、58、パーかっけね、この沈んどるやつチッパーってどっちですか、いや普通に打てばこれ沈んでるっていうよりはもし浮いてる方なんで、そうっすね、はい、わかりました、チッパー、はい、飛んできやがって飛んでかいこれなんかチップ、なんか綺麗に上がらん、ふわっと上がるけど、ただ飛んでかないっていう、残念、パー、残念じゃない、いや残念やわいやマジで、そんなんやったら俺の選んどいてよ、いやいやいや絶対入んないじゃんということで第8話やばい、パーパーやばい、イーグル取んないと、やばいよパーパー、 ありがとうございます、はい、やべえ、トマト綿できた方がよかったかもしれん、あ、あれなんか帰ります、言っちゃったよ、みんなで頼むぞ、はい、14アンダーいったよ、14アンダー、いや行きますよ、だって後半あんまり良くなかったですもんね、どういうこと、こないだ、その時クソやったね、見てるね、まだ分かれ、はい、というか、やだ、やらんかったっけ、8話、はい、8話終わりました、はい、また明日も見てね、はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします、また見てね、見てね見てね